はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ストレッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、皆さんはこの龍舌蘭とかいうよくわからないモンスターご存知でしょうか。このなんか地面から生えてるなんか草だか龍だかわかんねえボロモンスターなんですけども、このモンスターでですね、ちょっとこの間なんかランクマやってたら龍舌蘭に急にワンキルされるっていう事件が起きまして、それをそのデッキをまあギミックというか、そのデッキのギミックをなんかそのパクるというか、まあリスペクトする感じで、デッキを組んできました。この龍舌蘭っていうモンスター何するかっていうと、遠く以外のモンスター2体以上で作れて、リンク召喚に成功した場合にお互いの墓地のモンスターの種族とその数によって効果適用できますと。いろいろあるんですけども、今日使っていくのはこのドラゴン族がいる場合の効果、その数かける100ポイントの大ダメージ、ドラゴン族の数かける100倍もの大ダメージを与えるっていう、まあ、効果な最強の効果をしてるんですけども、まあ、このカードの効果を使ってちょっとワンキルギミックを誘発させるっていうクソコンボですね。だから結構ね決まりやすくて、恐竜ギミックでいけるんですよ。オビラプタープラス卵とか、卵プラスミスラみたいな、まあ、こういうなんか要は今まで通りの恐竜ギミックの2枚コンボあるじゃないですか。あれでいけるんで、恐竜ってね、ビシバール菌が禁止になってから結構ワンキル難しいように思われていたんですが、結構いろんな方法でワンキルできるっていうことをちょっと皆さんにねお見合いしていきたいと思いますので、早速ね、お相手の方には大変申し訳ございませんが、着席伝説決めていきましょう。デュエルスタンバイ。テクタは割と強そうではある。なんか何もなきゃいけそうな気がするけど、これちょっとガンマをなんとかうまいこと使っていくしかねえか。とりあえず化石調査が打つか。化石調査、はい。うららはなそうだな。何持ってんだっけ俺。ミセラ、あら、オビラプターか。オビラプター、これでドロールない、オッケーで、オビラプター召喚打たせてな、なんか誘発あったらね、オビラプター召喚効果って言って相手になんか打ってもらって、こう先に打つかとかマジ迷うんだよないつも。いやでもオビラプターにここに打ってくれたのが一番でかいんだけど、なんかある。ああ、やった。いやこれがね、これちなみに裏目はですね、ミスラサウルスの効果にチェーンして無限雇用と言われると機会マジでやばいんですけど、これ打ってくれるとこういうことが言えるんで、これは一番理想的なムーブみたいなのがあるんですけど、いやー、まだミスラ先に言った方がいいよな多分。ミスラちょっと今回はうまいこと言いましたけれども、まあ、基本的にはミスラ先打ちした方が、まあ、裏目はないですね。なんか相手が恐竜理解者とかだと結構やばいかもしれない今の。何、ミスラサウルスの効果にチェーンしてオビラプターに無限保養って言われると、まあ結局無効になるので、まだ適用されてないからね、ミスラサウルスの効果みたいな。あ、ちなみにこの後もう恐竜さんの何の効果もいけないんで、まあ、あとはニビルがあるかどうかって感じなんですけど、でプチラなども、爆破しまして、でこれベビケラ、特殊でプチラの効果、ラプターで、ラプター効果流れるようにワンキューしていくよ。でベビケラ効果、ベビケラ特殊、はい、ほんとあまりにも流れるようにワンキューしていくか。でリンクリボー、はい、多分これニビルの反応はないので多分大丈夫だと思いますね多分。でスクラップワイブーンを出して、ワイブーン、まあ、手札にちなみに、今回ジャイアントレックスさん引いちゃってるんですけど、まあ、それは問題ないですね。究極進化から手札の補助ができるんで、で、スクラップワイバーンをライバーラプターか、ラプター召喚して、ラプター割るで、ワイバーン効果と、ラプター効果で、これ間違えちゃいけないのは、ラプターはサーチする方だから、これキマイラでしょ。これキマイラ、たまにね逆になってあってなる時あるんで、で、スクラップゴーレム特殊で、爆発するのがベビケラで、ベビケラ効果、ですね、まあ、これは何でもいいな、レベル4でもレベル2でもどっちもいいな。でこれで、スクラップキマイラ召喚、どっちもいい、どっちもいいか、こっちでいいで、スクラップキマイラ効果発動、ラプター特殊、ほいで、アナコンダするでしょ。別に融合したわけじゃなくて、これ属性変更っていうガチで最強効果って実は隠したとこか、ベルトアナコンダの隠したとこかで、フィールド上のモンスターの属性を闇に変更で、ヒチューナーと闇属性のチューナーでレベル8シンクロ、
アルティメット最強モンスター、魔王竜ベールズさん出して、で、スクラップゴーレムの効果で、ラプターちょっとこれ君にあげちゃう、これ君にあげちゃう。で、2体のモンスターで、天正のコーディナルパイセンを出して、でちょっと返してくれるね。ちょっとこれあげるからさ、めっちゃ強いなこれ。これ戦闘効果で破壊されないってマジ最強の効果してるからさ、ベールズさんこうあげるわ。で、パズロミオを出しまして、レベルちゃうやつみたいで、はい、ほい。で、究極進化薬爆発させていきましょう。で、究極進化薬の効果発動して、恐竜族と恐竜族以外をゲームから除外。ドラゴン族以外やったんでもいいわ。こうして、で、デッキからダイナレスラーパンクラトプスくん出してくる。ういで、除外されたんでジャイアントレックスの効果発動して、特殊召喚リンク先で、リンク先出てきたら、びっくりしたモンスターのレベル変更しちゃうのでレベル7にする。はい、でレベル7のモンスター2体でオーバーレイ、エクセル召喚、レッドアイズ、フレア、メタルドラゴン。お、もう分かったかみんな。そして最強モンスター、リュウゼツランをリンク召喚だ。いくぜ、うおー、リュウゼツランの効果、自分の墓地のドラゴン族モンスターの数かける100ポイントの大ダメージ、うおー、ドラゴン族かける100倍の大ダメージ、うおー。ベルザンの効果、フレアメタルの効果、ベルザンの効果、フレアメタルさんの効果以降、全自動遊戯王が始めました。ありがとうございます。ベールさんの効果で、打点がダメージを受けると打点が上がるということがあるんですが、そうなってくると、クリアメタルさんがその発動した効果に支援してお前に500ダメージを与えるという効果が無限回発動しまして、これ僕何も操作しないんですけど勝手に相手が死んでいきます。これが、噂の全自動遊戯王です。ちょっと待って、ベールさんの打点やばっ。さよなら、対戦、いや着席、ありがとうございました。あー、これ反応強いな。 G 弾ける、うらら弾ける、これさすがに最強と言っていいね。で、化石調査、先に G 打ってくんないと困るけど、オビラプター召喚して、なんかあるね。あ、ドローラウンドロッキング&バーディングね。いや、それは全然無理か。それはね、全然無理だね。ちょっとやめてください、やめてください、マジで。ドローリング、アンディング、ロッキング、バーディングめっちゃ刺さるんで、やめてください。あの、今日で一応ね、ちょっとサーチがいくつかあって、究極進化薬とか、あと、オビラプターの、効果とかがあるので、で、オビラプターの効果発動をもうないか、オッケーで、ベビケラで、ミセラ、これミセラ先ぶん投げるかさ、後からぶん投げるか問題結構あるんだよけどさ、これ恐竜使い、恐竜に詳しい方に聞きたいんですけど、これやっぱ先に投げた方がいいんですかね。なんかチェーンし投げて気持ちよくなりたいのと、でもやっぱり結局後から投げられたら裏目あるみたいな話あって、これいつ投げたらいいかちょっとあんま分かってないんですけど、これあれですかね、やっぱ先にミセラぶん投げてからオビラプター紹介した方がいいんですかね。ちょっとあの詳しい人教えてください。オビラプターの効果、プチュアドンを爆破して、で、ビビケラ特殊で、プチラの効果、ラプター特殊、あー、ニビルか、これニビルだね、ニビルあんのか。ちなみにニビルあると先行ワンキルはさすがに無理ですね。ラプターはいいか、打ってこれニビルあると無理だな。ニビルあると先行ワンキルは恐竜族以外のモンスターを捕まらなきゃいけないので、ちょっと恐竜族以外が出てきたタイミングでそのなんかめちゃくちゃなこと起きちゃうんですよね。まあレックスだね、これレックス。そしたら一旦ドルカ出すしかねえか。ドルカ出してからスクラップ展開をしに行きますわ。レベル4の恐竜族モンスター2体で、でエボルカイザードルカ出して、でこれ以降ねモンスター効果無効にできるんで、これで一応リベルケアが、できますん でこれでリンクリボーを作って、あとはスクラップ展開をしていくって感じですかね。まあ、先行ワンキルできなくても別に制圧はできるっていうのが、まあ、恐竜デッキのいいところなので、まあなんかその相手のチェーンで、あ、なんかこれやばいなってあの刺したら、多分これ2ミリだと思うんですけど、このチェーンね。なので、そういうチェーンを刺したらなんかちょっと展開変えるっていう
あ、やっぱそうだね。そう、こういうことだから、まあ、これドルから無効できるんで、これ無限保養って言われたら泣きます。ちなみに、ここで無限保養って言われたらちょっと泣いちゃう、さすがに。大丈夫、 OK。 じゃドルカはちなみにドラゴンズモンスターなんで、あの効果受けるんですよ普通に。はい、でスクラップはイバーンの効果発動する。一旦ここで、ラプターからのラプター破壊で、スクラップワイバーン と、ラプター効果、まあさすがにもうねえだろ。でこうしてワイバーン爆発するしかないから。で、はい、まあ、相手のフィールド上にも自分のフィールド上にもなんかカードがないので、まあ、爆破して、でスクラップキマイラ召喚でいいか、で効果発動してラプター特殊する。 OK。 これエクストラ足んないんだよね結構。こっちかマスカレーナとか作って、マスカレーナからイトナイトしたいんですけど、ちょっとエクストラの枠があんまりもなくて、ちょっとね今ね、あの、あ、迷ってます。エクストラは自分のフィード上にモンスター特殊召喚する。で究極進化薬発動して、ま、これはねアルコンだね。決まりない。で2体除外してアルコン出す。かっこいいよなこの、なんかその出てくるときにさドスーンってやるのかっこくない？めちゃくちゃいいよ。でレベル4のジャイアントリックスに、レベル4のラプターチューニングして、でこうだね。オッケー。まあこれでドルカ、サベージ、アルコン、リトルナイトで無限法要とウララがあるので、まあさすがに大丈夫でしょ。セット、エド。ワンキル取れなかったら制圧すればいいし、なんか相手ラモライだと思ったらワンキルすればいいということで、まあ理論上最強と言っていいですね、これは。はい、最強デッキです。残り59秒であること以外はバイク、はい、バイク。これウララ打っちゃっていいか、余ってるし妨害、妨害余ってから一時召喚できるカード打っていくわ。はい、まあアルコンも使っちゃっていいかな。出てきたら裏側にしちゃおう。なんかリンクとかされたらうざいから、バイクはいいや。バイクは OK。 あーなるほど、なるほど。ビッグ弁慶、まあ、ちょっとこれティラノさんでこれ超重武者いなくならしたらいいんじゃないですか。これで裏側にしたら超重武者いないことになって、相手らもサーチできないみたいな話ありますよね。はい、さあどうしますか。召喚器使いましたね。まあそうなるんですよね。ああ強いわこのデッキ。もうゴーレムめっちゃ来るわマジで。すべきゴミカード選手権やった時も思いましたけど、このスクラップゴーレムくんさ来すぎなんだよねマジで。君手札に本当に2枚入れたら2枚くんだよな。でもこういうカードってマジでうざいわ。本当にさ、ゴーレムをなんかそのデッキに戻すスキルくれ。ああ、スキル発動、スクラップゴーレム戻し。全枚食えば？やばい、ちょっと宇宙展開しまった。やばいこれ。親の顔より見たムーブと言われていて、これ全枚ムーブやこれ。やばい。よくわからんがなんか宇宙が巻き起こってるって。もう何されんのこれ。レスキューフィネット。死にます僕。死ぬかどうかだけ教えてもらっていいですか。あ、ジェットシンクロン。アドバンテージの塊、デクレラディバイナー、アドバンテージの塊、フリッター、アドバンテージの塊。なんか死にそうだな。デストロイ侍懐かしいな。あのデュエルリンクスっていうゲームではめちゃくちゃ活躍してたぞ。水の踊り子コンプライアンス、コンプライアンス、コンプライアンス。水の踊り子マジでコンプライアンスなんだよな。コンプライアンスカード選手権だったら1位だわ。誰？教区標準アイスバーグナーワル、マジ誰？ガチで誰だよ。自分のフィールドの他のモンスターが相手フィールドの攻撃または相手の効果で破壊されるたびに相手に600ダメージ。もう自分のフィールドの他のモンスター存在していて、自分相手のバトルフェイスにまたモンスター効果を発動したら無効。なるほどね。はいはいはい。言霊、誰？全員誰？全員誰？このデストロイサムラ2体目に今日わからん何これ。言霊、自分のフィールドのフィールド同盟モンスターを破壊される。あ、なるほど。それをなんか送りつけられました。デストロイ侍が破壊されると、破壊されると戻ってきます。デストロイ侍は
アイスバーグワーナルさん、これもしかして名称してない、あれもしかして名称してない、アイスバーグナーワルという誰やねんが、モンスター破壊されると600ダメージが与えられるという効果、デスティサムライは、破壊されると戻ってくる、で、言霊は、一生、デストロイサムライを割り続ける、まずい、これはこれは無限リープ、よくそんな天才コンボ思いつくな。1個言っていいか、盤面のモンスター全員誰だよ。